手をつないで、たまにふっと目と目があって、気持ち上がるベリーハッピー。欠点は日曜日。君との初めてのデート、にこりはにかむ笑顔に期待しちゃってダメかな。今夜は夢の中さ。 狙いうそう妄るししゅう」「きつんなはずじゃないけど」「妄うそうねるハート」「もうせんきゅうできないこころもどうもせんす」「きがふめつくしてく」「ふしぎな恋のま フレップラジオ CD 出張版パート 2, 2> We are FLEP 清く正しく美しく素敵なアイドル最高にアイドル Here we go! フレップ福山かなとです同じく橋郎沙羅です長谷川壮太です佐藤光です広沢優馬ですよろしくお願いしますというわけで また5人全員揃ってラジオをすることができたね 2> 第2弾シングルが出せて本当に良かったですもう出ないかと思ったよね俺神様に祈ってたもんどうかもう一度シングルを出すチャンスをくださいって不祥事も起こしてないのにシングル1枚だけで終わったらアイドルグループとして本当に悲しいもんね悲しいですよ家族や友達に説明のしようがないですよお前ら本音言い過ぎ これラジオだからファンも聞くからはいというわけでいつものフレップラジオ通称「フレラジオ」再びの5人バージョンでお届けしたいと思いますサラは冷静だねそんなことないよ2枚目のシングルを出せて嬉しいよねえ今回はこたつに入らないんだね夏だからね光るだけこたつに入ってもいいよ嫌です 我々、今回はこたつに代わり、プールに来ています。プールサイドでラジオ収録なんて、ちょっとセレブ感あるよねいや、プールじゃな、いよな。これ、家庭用ビニールプールだよな。僕、ドリンクのおかわりをもらおうかなカーナ。一人だけサングラスして、髪をかき上げつつドリンクとか言ってるけど。お前が今飲んでるのは麦茶だからなそして、 お前が足を突っ込んでるのは4,000円のビニールプールだからな半裸のメンバー4人と狭いプールで半身浴なんて幸せな夏の一日超ご褒美イベントですよお前相変わらず気持ち悪いなそれではフレップ究極の選択のコーナーですこのコーナー久しぶりやろうやろうこれは スタッフさんからお題をいただきました究極の選択をお願いしますあなたが女性だとしてフレップのメンバーの中から夫にしたい人お父さんにしたい人弟にしたい人友達でいたい人を選んでくださいあくまで女性として考えてくださいねとのことな、なんか緊張するこれ。 あくまで自分が女だったらという観点で選ぶのかそうですペンをお渡ししますのでフリップにご記入くださいこれ友達でいたい人を選ぶのが微妙だねだっていい人なんだけど友達止まりってことだもんねかけたかけたじゃあヒカルから俺は夫がユマディアえヒカルだけは最後の砦として俺を選んでくれると思ってただって ユマディアと結婚したら子供も英語を喋れるようになるじゃんそんな理由子孫にはこれからの国際化社会を生き残ってほしいから俺だって英語勉強するよそうだ悪いなー <laughs> でお父さんがそうた理由はすでに家族だからうんーなるほどそれは納得するんだお兄さんがかなりーだ理由はお年玉くれるからねえあのさ もう少しいい理由があるでしょ友達泊まりはサラ君。理由は身長が高くないはいだって俺とはいみんなお疲れ様でしたこれにてラジオ収録は終了ですバーベキューが用意してあるそうだからプールを出てご馳走になろうかやった光る水跳ねすぎ おいしそう俺お腹ペコリーの俺も腹減ったお昼ご飯食べずに仕事を頑張ったからねほらみんな好きなものをまず1個ずつ取って今回は冷えたスイカや焼きおにぎりも用意してあるよ香菜は僕はねこれ玉ねぎああ俺にはビールくれ今日はもうこれで仕事終わりだろお肉お肉 おにぎり焼きおにぎりくださいな僕スイカ食べようみんな取った取ったね取ったけど何かあるんですかじゃじゃーん実はこれ心理テストなのです心理テストバーベキューで最初に何を取るかであなたがホストクラブでどのくらい稼げるかどうかが分かりますそんなしょうもない心理テストがあるのかしょうもないとか言わないの実は フレップの「激闘スクール」もったいない先生編この番組は実際の団体や出来事とは一切関係ありません撮影は許可を得て専門家の指導のもとに行っておりますこれは特殊な訓練を受けているフレップだからこそできることなので真似をすると危ないよ <music> はい、というわけで始まりましたフレップの激激闘スクール、略して激スクこの番組は俺たちフレップが各界の師匠について知識と技術を学んでいくという内容ですちなみに一体何を学ぶのかは事前に一切知らされず全て現地でぶっつけ本番となりますさあ今日も僕たちと一緒に匠の技を勉強していきましょうイエイイエイイエイ くんテンション低いよもっと上げぽよー駅前の駐車場から始まるロケってだいたいろくなことないよねそんなことないよ前回の激スク面白かったよねえカナ本気で言ってる一番痛めつけられたのはカナだと思うんだけどそんなことないよ僕はあれで筋トレの楽しさに目覚めて腹筋をやるようになったよすごい変化だね 毎日どのくらいやってるの ?10 回腹筋割れないでしょうん全く割れる気配ないねフレップでシックスパックのお腹はツインタワーだけでいいんじゃないかな俺たちはプヨプヨでいこうそろうと消えるからやめてくれないさすがフレップ亭小皿さ,さん今日もキレてるさえてるねというわけで今日の先生をご紹介しましょう売れないミュージシャンの道を極めて20年 ゴーマーマブラヘルズキッチン3世さんです張り切ってどうぞうわすごいギター持ったすごい人が来ちゃった見て見て先生すごい絶妙なタイミングでどんどんティッシュを配っていくよまるで千手観音みたいだ 手が10本くらいあるるように見えさすがこの道20年のベテランだじゃあヒカルとサラもスタンバイして道行く人にティッシュを配ってみよう無理なんでこんな炎天下の焼けたアスファルトの上で知らない人にティッシュを配るなんて無理知ってる人に配る方がハードル高いのですほら使い捨てコンタクト激安セール中のティッシュいやだ 配れお<仕>、ご、うん、とどうしてどうして僕がこんなことをさあ張り切ってティッシュを配っていきましょう先生暑いエアコンはないみたいエアコン自体がついてない <laughs> ほらほら先生がうちわをくれたよえ 今時うちわだけでコンクリートジャングル東京の猛暑を乗り切ってるの修行僧か何か違うでしょ先生は地獄の獄卒ゴーマ油ヘルズキッチン三世じゃあ一世と二世がいるってこと秋田にいらっしゃるそうだよ先生やっぱり東北出身なんだねちなみにこのうちは全部無料で配ってたやつでしょ真相開店って書いてあるし はあ、うちはじゃ全然涼しくならない先生喉が渇いたんですけど、うん、わわ水道水だ美味しそう先生僕たちのために水水道をフレップの。 激闘スクール忍者先生編ご注意申すこの番組は実際の団体や出来事とは一切関係ないです楼この撮影は特殊な訓練を受けているフレップだからできることでソロ真似をするのはごハットでござる何とぞよろしくたてまつりますです楼 はいというわけで始まりましたフレップの激闘スクール略して激スクこの番組は僕たちフレップが各界の師匠について知識と技術を学んでいくという内容ですちなみに一体何を学ぶのかは事前に一切知らされず全て現地でぶっつけ本番となりますさあ今日も俺たちと一緒に匠の技を勉強していきましょうイエイイエイユーマーディもっとテンション上げてこう もう俺は前回が前回だったから今心の中には不安しかない今回は大丈夫だよだって俺とユマディだよビジュアル的にオネー路線はないと思うそれが余計に不安なんだよどう考えても一番容赦されない組み合わせだろうが<っ>今さら気づくな大体こんな朝早くから山の中に放置されている時点で気づけな,なんか耳がかゆい <laughs> カニ食われたなこんなところカニ食われるなんで気づかないの俺は。パーカーのフードをかぶっとけ。耳は意外と虫に食われやすいから。やだよ。ユマディがかぶると、なんか試合前のボクサーみたいな雰囲気になるけど、俺がかぶると防空クズキみたいになる。防空クーズキンって、お前は戦前生まれか。今は防災ズキンだろうが。おばあちゃんとおじいちゃんに育てられてるから、知識が古いんだよ。 いいからかぶれ、うん、まあ無理やりかぶせてきたああなるほど何がなるほどお前フードをかぶるとカカシっぽくなるなほらねどうせ田んぼに立ってますよカラスとか追い払えばいいんでしょわかったお前ファスナーをしっかり一番上まで上げているからだもうちょっと下ろせうん。このくらいもうちょっとうん。 こうそうでちょっと顎を上げてポケットに手を入れてみろうんこんな感じいいぞそれでなんとなく正体不明の情報屋みたいな感じが出たサンキュー兄貴ところでうわっ中か落ちてきたぞ人だよ人が飛び降りてきた <laughs> 誰 この黒小族、もしかして忍者忍者だよ忍者来た忍者が空から舞い降りてきたあの、もしかして、今日の先生ですかえ先生の完璧だえ。この方が、今日の先生、伊賀蘭丸先生です。今日は一日、先生について忍者の心得、そして忍術について学んでいきましょう。伊賀先生、よろしくお願いします。 フレップの長谷川壮太ですよろしくお願いします同じく広沢優馬ですえまず忍者ネームをつけてくれるやったコードネームゲット俺が池丸マルで壮太が長谷丸すみませんどうして俺はイケマルなんですかイケメンだからじゃない 池池丸、丸どこだ愛言葉を言え今日の決まり手上手投げ汗丸遅いぞすまん途中追手を倒してきたここに姫が捕らわれているというのは本当なのかああ間違いないここが敵の隠れ家だでは行くぞ待て敵の結界が張ってあるこれでは侵入できないぞ任せろ凛・ピ 社会人列全挙はっ<ス>よーしこれで結界は破れた長谷丸また腕を上げたようだなだがあまり大技を使うな力を使いすぎると命に関わるぞ姫のためだ俺の命などどうだっていい長谷丸お前姫のこと言うな池丸俺は忍び影に生き 影に資すもの任務のためには非常になれそうか分かったもう言うまいでは行こうかとっとっ